レスリング柴田三條。おはようございます。チェックアウトします。とりあえずオークランド空港っていう空港がこのホテルから近いらしくて、そのオークランド空港からラスベガスに行く便を、手配、しました。というか、してもらいました、オープンチャットの人に。なので今からオークランド空港に向かってですね、そこから飛行機に乗ってラスベガスに向かいたいと思います。5時間ぐらいぐっすり寝れました。だいぶ体と精神が楽になりました。今から行ってきます。はい、オークランド空港に着きました。 LYFT っていうリフトっていうタクシーというかウーバーみたいな個人タクシーを呼ぶ、配車アプリを、ダウンロードしました。なんかウーバーよりも安く、そして早く呼べるそうで、あとユナイテッド航空がバウチャーって言って、そのアプリを多分1回使えるやつを無料券みたいなのもらったんで、それでアプリをダウンロードして、呼びました。でここがオークランド空港です。今からチェックインして、搭乗手続きしたいと思います。はい、カウンターにチェックインできたので、カフェで朝ごはん食べることにします。マンゴーミックスジュース、美味しい。結局バッグ、カバンは、ホテルに、届けて、もらうように手配しましたが、ユナイテッド航空の日本の、カスタマーセンターに電話して、日本人相手に一応ホテルまで送ってもらえるように手配してもらうことにしました。まあ実際に送られてくるかは分かんない、結構それでスーツケースとかがなくなったりするケースもあるんだけども、まあ、一応の手配はできたんで、これ以上僕ができることはないですね。なんでキャリーケースの中身、まあ僕が動画で普段使っているこの手持ちのカメラとか、あとはミニ三脚とか、あとはご飯系、レトルトのご飯系とか、あとは加湿器とか、まあ、こまごました、トラベル用品みたいのは、まあ、全部、まあ、紛失してしまいましたが、まあ、幸いにもノートパソコンとスマホとモバイルバッテリーと現金とパスポート、などなどはですね、今手持ちで全部持ってるんで、まあ、ちょっとこのエコバッグに、ね、ノートパソコンとかぶち込んでますけども、一番大事なものは全部守りきれたんで、とりあえずこの状態でラスベガスに行くことにします。おいしい。オークランド空港の飛行機は全部自由席だそうです。隣が、体が小さい人のところに座りたい。うわ、すげえ、空港出てすぐスロットマシンがある。すごい、やってる人もいるし、すごっ。噂には聞いたけど、本当に飛行機から降りたらあるんだ。すげえ。ラスベガスです。これからタクシーでホテルまで行ってチェックインして、で電気ケトルとかなくなっちゃったから、まあそれもスーパーとかで水とかケトルとか、あとカップラーメンとかを買いに行きたいと思ってます。はい、いう感じ。よし、とりあえずタクシー乗り場まで行きましょう。あ、これね、現地なんかアメリカって
特にベガスとかって外めちゃめちゃ暑いのに空港とかこうカジノとか基本もうお店の中が全部めちゃめちゃ寒いのよ。死ぬほど寒いんで、あのパーカー買いました。本当はあのスポンサーしてもらってる、つくば湯葉の豆翔さんの、ジャンパーとかを持ってきてたんだけど、あのそれも全部なくなっちゃったんでね、あのスポンサー T シャツ着れなくてマジは申し訳ないですけども、はい、パーカー買いました。はい、ただまあ一連のあのラスベガスの動画はすべて豆翔さんの提供でお送りしております。タクシー拾いに行きます。着きました。ここが今日僕が泊まるホテル、今日というかずっと泊まるホテル、バージンホテルキュリオコレクションバイヒルトンというヒルトン系列のホテルですね。まあ、日本にもあるあのホテルなんで、あの予約しました。はい、まあ、ヒルトンがねほらあるじゃないですかっていうところで、ここからねあの WSOP の会場までは徒歩で30分なんですけど、ちょっと外めちゃめちゃ暑いんで何度ぐらいなんだろう、ただ32、3度はありますね。うん、まあ、だから東京の暑い日みたいな感じですね。なんでやっぱ30分歩けないんで、基本的にはリフトっていうタクシーアプリを使って会場まで向かうことになりそうです。とりあえずチェックインします。マジ？あ、ここにもある、ここにもある。ホテルにも普通にスロットマシン置いてあるわ。カジノはついてるんだな、すげえ。まあ、とりあえずいいや、チェックインしよう。はい、入りました。よし、ルームツアーするかっていうほど広くなかったわまあまあでも、まあまあでも綺麗ですね、すごく。湯船あるのかな。あ、湯船ないわ。湯船なくてシャワーだけだわな。うん、まあそうね、まあ、安いのもある程度納得っていう部屋ですけども、まあでもアパホテルより全然ね、アパホテルとか東横インとかでは全然快適ですよ、広いし。なんか丸いやつとか観覧車とかありますね。はい、あんまり、そうです、本当になんか、ああ冷蔵庫に入ってんのは、あ、ビールがある。これはでも金払う系のやつだな、金払う系のやつがあって、あ、気が利いたものは何一つないですね。加湿器とかもないし、だからちょっとスーパーで買い出しですね。まあ水とかも多分安く買っといた方がいいんで、スーパーで水とかカップラーメンとか、カップラーメンもケトルがないとダメなのか、ケトルなんかがもしかしたら安く買えるのであれば買っちゃうか、それかまあ1日2日我慢してキャリーバッグがこのホテルに届いたらあのケトルが入ってるんで、それまでは外食で我慢するか。外食も、まあ、せっかくだし外食しようかな、1日2日ぐらいは。うん、で、まあ、2日ぐらい経ってもうバッグが戻らないようであればもう諦めて、まあ、電気ケトルを買うなり、うん、まあ、ずっと外食にする決意をするなりしようかなっていう感じですかね。とりあえずどうしましょう。とりあえずスーパーに行って買い出しなどを行きたいと思います。箱でけえ、箱ってはカートでけえな。あ、すごい、衣類とかも売ってるわ。衣類とかもイオンみたいな感じかな。あ、すごい、水着とかもあんじゃん。水着買おっかな、プール入りたいな。ありました、電気ケトルですね。電気ケトル、1リッターと 1.7 リッターがあって、1リッターだと3000円ぐらい。あ、買っとこ、
これ買っとくわ、これ。T シャツ、替えの T シャツとパンツ、靴下を、まあ、数セットぐらい。あとは、水、カップ麺、ここら辺を、買おうと思います。あ、いいね。あ、いいね。アルコールも、アルコールも買おうかな。うわ、すげえ。スーパー、めっちゃちゃんとしたスーパーだ。アメリカだから冷凍食品がすげえ多いよ。あ、アイス、すごい量のアイス。なんかやっぱ冷凍食品のイメージだよね、アメリカって。あ、ピザだけですげえ種類ある。全部ピザこれ。ああ、ここアルコールだね。ジャックダニエル、コカコーラ、はいはいはい、この辺がアルコールだな。買っとこっか、買っとこっか。キャリーバッグも売ってましたね。6000円、6000円じゃねえよ、9000円、9000円ぐらいかな、はい、8000円ぐらいで、8000円、9000円ぐらいでキャリーバッグあったんで、ワンチャンもの、あの、僕のキャリーが戻ってこなかったらここに来てキャリーバッグ買います。でお土産とかね、なんかいろいろ買い込んでここに詰めて帰りたいと思います。戻ってこなかったらの話、まあ、よかった。まあもちろん何でもあるわな、まあ、ただこのイオンみたいなところに、なんて言うんだろう、ホテルが近くてよかった。はい、いろいろ買いました。電気ケトルにパスタ、パスタこれ100円なんですよ、1個100円とか1ドル。パスタで、これトマトペースト、多分パスタにぶち込めば普通に美味しく食べれると思います。と水、これ1リッターを6本で、日本のウイスキー、 T シャツ2枚、靴下にパンツ、これはいらないかもしれないけどもしかしたら入るかもっていうので水着っていう感じですね。まあちょっと高めだけど、そんなに日本の 1.2 倍3倍ぐらいの金額でどれも手に入れることができました。全部揃った。これでまああれですね、僕がキャリーバッグに入れてたものはほとんど揃った。まあなんかまあ細かいね、カメラとかなくなっちゃったけども、ここら辺で多分その滞在するのに必要なものは揃ったんじゃないかなと思います。よっしゃ、買いに行こう。はい、部屋帰ってきました。さあ、いろいろ買ったんですけれども、まあさっき見せたからいっか。ですね、まああと見せてないもので言うと、スターバックスのラスベガスタンブラーとかが売っててね、でなんかうちの嫁さんがこれ買ってこいって言ってきたんで、言ってたんで買いました。これお土産、はい、とかですかね。まああと、ホテル帰ってきて、ホテルの売店で酒買ったんですよ。このウイスキーソーダってやつ買ったら、これがね11ドルでした。でさっき買った日本のウイスキーの瓶がね、これだ、これ、あまり日本で見たことないやつ、はい、これが750ml で30ドルぐらいだったんですよね。だからワインとか1本10ドルぐらいだし、めっちゃ安い、安いっていうか、あの日本に比べるとその安いですね、金額が。で、まあ、これ多分ね日本のウイスキーだからね、ちょっと高めなんだけど、普通にジャックダニエルとかは20ドルぐらいかなっていう感じで、結構安めなんですよ。でやっぱりホテルで飲み物とか買うとめちゃめちゃ割高、はい、なんで絶対ラスベガス来た時は近くのスーパー行って買い出し行って、まあ、日用品とか、まあ、ちょっとした食事とかは買いに行った方がいいなって思いました。僕はあのタクシーの、乗った人がたまたま日本人のドライバーで、あー、じゃあ、近くのこっちの店の方がいいよみたいな感じで連れてってもらった。その店がすごい良くて、で食べ物もあと野菜とか果物とかも洋服とか、あとはなんか電化製品とか
あとちょっとした家具っていうかゴミ箱とか、なんかこうなニトリにあるようなものみたいなのも売ってて、結構大きな マーケットでですね、そこで、まあ、ある程度もうスーツケースに入れていたものが手に入ることができまし、手に入れることができました。はい、でもう今時間がね 5時ですね、ちょうど5時になったので、まあちょっとそろそろホース州っていう WSOP が行われている会場に行って、 WSOP に参加するためのカードを作りたいと思います。はい、な感じで、これからリフトで、タクシーを呼んでですね、ホース州に向かいたいと思います。あったわ、 GG ポーカーって書いてある、ここでしょう、ここが開催地ですね。着いた着いた着いた、完全に着いたわ。あ、キャッホーさんだ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、すいません、いろいろオープンチャットのおかげで助かりました。すみません、ありがとうございました。あったっすね。いや、本当に大変だったっすね。めちゃめちゃ大変でした。池袋ベガスの後です。あ、どうも。あ、すみません、ちょっと回しちゃってるんですけど、大丈夫ですか。はい、オープンチャットを作って、いろいろなんか今日案内してるポーカープロプレイヤーのキャッホーさんです。よろしくお願いします。じゃあちょっとカード作りに行きます。はい、作りました。これが WSOP のカードです。これがあればゲームに参加できるとのこと。そしてこれがゲート。はい、うわすげえ、めちゃめちゃ人多いな。ポーカープレイヤーがめっちゃ出てきてます。僕が参加するのは明日からのトーナメントなんですけど、このカードに、現金を入金して、で、ウェブで出るトーナメントエントリーするとだいぶ楽らしいので、このカードに現金を入金しに行きたいと思います。はい、そんな感じで明日出るトーナメントの登録をしてきました。そして WSOP のカードにですね、$11,800を入金してきました。僕が出るトーナメントは3つはもう確定してて、減りも増えもしないんで、それだけです。まあ今日ご飯食べて、その後ちょこっとだけ、まあ、英語でのポーカーになれるためにキャッシュみたいのをやるかもしれませんが、まあ、それもあんまり長い時間大きな金額をかけてはやらないんで、まあ、とりあえず、まあ、準備は整ったかなっていう感じですね。はい、これからちょっとキャッホーさんにご飯に誘われたんで、日本人もたくさんいるらしいんでね、はい、ちょっとご飯食べに行きます。いや本当に、あ、日本人がたくさんいる、日本人がたくさんいる、嬉しい、嬉しいよ、日本人だ。サンフランシスコで、はい、飛行機が3本連続欠航しまして、3本連続、あ、まあ、2本連続なんですけど、はい、まあ、その2本連続欠航もなんかいろんないきさつがあって、はい、ようやく乗れるとか3時間並んで予約したやつが欠航になったりしたのが3連続続いて、朝9時から25時までサンフランシスコ空港で歩いたり考えたり並んだりしてたっていう。はい、よかった。いやでも無事についてよかった。あ、キャリーケースなくなりました。で、まあ、一応ホテルにも送ってくれることになるんですけど、実際送ってくれるかわかんないって感じですね。あ、すいません、ちょっと泡が消えちゃうんで、じゃあ乾杯させてもらっていいですか。ようこそラスベガス。乾杯。自分中サンフランシスコ来ましたよ。あ、来ました。あ、来れました、普通に。はい、普通に。あ、13時何十分？13時15分とか。あんだけ苦労したの。私経験上こういう乗り継ぎとかで調べれたらポーカー上振れるって言ってた。マジですか？じゃあ24時間空港に缶詰されたことは3回あるんで。あ、そんなに、はい、3回あるんで。はい、あ、龍太郎くん、ブレスレットおめでとう。ありがとうございます。なんか龍太郎くんから昨日動画が来たけれども、それ俺見てない、まあ、今見たけど昨日は見てなかったから。なるほど。多分動画開いたらマジで殺すって思ったから。
いや動画送ってくれたんでプレゼント取った時にちょっとここら辺にゆうたろうくんが送ってくれた動画貼っときますねあれを多分今このタイミングで見たからよかったけど昨日見たらマジ殺してた何はともあれ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとご飯みんなで食べたいと思います。酔っ払い、酔っ払いが木原さんの手を引いてる。酔っ払いが日本で一番有名なポーカープロの手を引いてる。あれさ、木原プロですよ。木原プロ木原さん今足怪我してる。木原さんのウエストポーチを振り回しとるやん。やめてあげて。木原さん今足怪我してるやめてあげて。このチャラはアグレッションが高いです。これから僕はですね、ベラージオっていうめちゃめちゃ有名な噴水がね派手なホテルに行ってですね、ポーカーのリングゲームを打ちに行きたいと思います。木原プロとか、今年ブレスレット獲得した龍太郎くんたちと一緒にベラージオでちょっとポーカー打ってですね、海外の雰囲気になれたいと思います。はい、夜のねラスベガスはすごいやっぱ昼間とは全然違うというか、なんかもうラスベガスに来たっていう感じがしますね。はいはい、ここがベラージオのカジノです。ここで一応カジノカード、ベラージオのカードみたいのを作って、それでカジノでポーカー参加できるようになるみたいですって感じで、カード作りに行ってきます。ベラージオにめっちゃ面白いのがありました。こっちポーカールームなんですけど、こっちスポーツベッティングです。なんか野球とかバスケットボールにかけれるっていうスポーツベッティング。うわすごっ。でもだからもうスポーツが違うんだよ、日本と考え方とかスポーツというもののとの向き合い方が全然違う。これ全部賭けの対象です。すげえ。はい、まあちょっと後でいろいろ言いますが、増えたり減ったりで結局スタートから50ドル負けましたね。7000円ぐらい負けましたが、まあなんかなんとなく分かりましたので楽しかったです。これ換金します。はい、ベラージオに行ってリングやって、でちょっと飲んで帰ってきたら、そして編集したら結構やばい、もう5時ぐらいになっちゃいました。トーナメントスタートが10時なんで、これから 3,4 時間ぐらい寝て、歩いて、WSOP の会場まで行って、初トーナメント参加していきたいと思います。リングはね2-5っていう、2ドル5ドルっていうのが要は馬代の、まあそこそこハイレート、まあベガスではそんなハイレートではないけれども、まあ結構金額がマックスバインが500ドルなんで、まあ7万円ぐらいか、7万円をまあ取り合うみたいな感じでやったんですけども、まあなんかね楽しかったです。うん、なんか外国人っていうか特になんかアメリカンとか、まあアメリカンじゃなくても結構そのいろんな人種の人たちが同じテーブルで、で同じゲームをやって、でそこで会話が生まれてっていうのが、ですごいもうお祭りだから、今お祭り期間中だから人めちゃめちゃ多くてっていうのも含めて、なんかすごい楽しかったですね。もちろんそのいろんな打ち方する人がいるんですけれども、僕の打ち方はなんていうかその全然通用するというか、少なくとも2-5のリングの卓では通用したし、相手がやってることも全部見えたし、まあ、自分が負ける瞬間もまあこういうことってあるよねっていう納得ができる負け方だったんで、自分がこの2年近くですねポーカー勉強してきて培ったものっていうのの効果はある程度感じることができましたっていう感じで、もうちょっとごめんなさい明るくなっちゃってあれなんですけども、今から少し寝てですね、明日のトーナメントに参加していきたいと思います。駆け足になってしまいましたがすいません。ちょっと、ね、ポーカーやって、飯食って、で動画編集もしてってなるとちょっとね動画自体がちょっとバタバタっとしちゃうんですけれども、まあとりあえず明日の様子も、できる限り、まあ撮っちゃダメなところがあるんでねあれなんですけども、まあできるだけ動画に収めて、明日は明日の配信をしたいと思います。な感じでおやすみなさい。
日も明日を切らずにいられない。